Japan Cup, the final.さて、今年花キューピッドは60周年を迎えました。フラワードリーム2013東京も花に願いを花でつないだ60年、そして未来をテーマに震災復興支援イベントとして位置づけられています。私たちプロリストは花という人の心を癒すことのできる素晴らしいパートナーと一緒に仕事をしています。震災から2年が経ちましたが、被災された全ての皆様花を楽しむ豊かな時間が戻ることを願って、このフラワードリーム2013も開催いたします。同時にフラワードリーム2013は全国の各関係者、消費者が幅広く結集し、素晴らしいデザインと技術や新品種、新素材など様々な切り口から国内外に広く花のある生活の提言と花送り、花飾りなどの花文化を発信してまいります。そして今回の入場料、売上金の一部、会場内での募金を日本赤十字社を通じて義援金として寄付させていただくことになっております。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。さて、このジャパンカップを手にするために全国各地で行われた予選や選手権を勝ち抜いた90名が昨日全国から集結し、フラワーデザイン展示競技を行いました。その展示競技で選抜された20名がセミファイナルを戦い、最も優秀と認められた10名のファイナリストが決定いたしました。そしてフローリスト日本一の座、ジャパンカップをかけて、これより最後の戦いが始まります。それでは初めに一般社団法人 JFTD 会長並びにジャパンカップ競技委員長川並博之による開会宣言を行います。川並会長よろしくお願いいたします。ただいまより2013ジャパンカップザ・ファイナルを開会いたします。ありがとうございました。それでは早速10名のファイナリストをご紹介いたしましょう。東京都世田谷区有価園永田大志さん。
リーナンバー6番山形県佐賀市花泉大泉拓也さん、エントリーナンバー7番佐賀県唐津市福原製菓店福木雅也さん、エントリーナンバー8番長野県飯田市花吉中山武和さん、エントリーナンバー9番東京都中央区カモフラワーゲート銀座店三輪秀幸さん、エントリーナンバー10番岐阜県の美濃市フラワーショップ花屋に八木あゆみさん、以上10名のファイナリストにより栄えあるジャパンカップの競技が行われます。ファイナリストの皆様に大きな拍手をお送りください。それでは選手の皆さん、競技で使用する家財・資材のリストが各テーブルの上に置かれています。今から3分以内にリストに記載されている家財と資材があるかをチェックしてください。万一リストに書かれているものがない場合、手を挙げてその場で競技員に知らせてください。それでは開始してください。3分が経ちました。選手の皆さんは家財のチェックを終了してください。それではファイナル競技のテーマを発表いたします。テーマは春のときめき。
60分でディスプレイ1作品を作っていただきます。ファイナリストの皆様、準備はよろしいでしょうか。それではジャパンカップザ・ファイナル競技開始。それでは本日の競技について解説してくださいますコメンテーターをご紹介いたします。どうぞステージにお越しください。ご紹介いたします。一般社団法人 JFTV 公式審査員の中谷拓実さんです。中谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、いよいよファイナルですね。毎年のことなんかね、なんかドキドキしますね。本当にね、今ステージの皆さんもちろんですけれども、ご覧になっている皆さんも同じようにドキドキされているかと思いますが、初めて私が今発表させていただきました。テーマは春のときめきということなんですが、いつもでしたらね、夏開催してましたので、こういうテーマはないんですけど、春って花がたくさんあるので、いいテーマですよね。春のときめきというテーマは難しいテーマだと思われますか。なんか、すごく楽しい感じがして、難しいテーマではないと思いますね。難しいテーマではなさそうだと、ときめきをいかに表現するかということになるわけですね。はい、さあ、そしてですね、ちょっと皆さんのお席から見えづらいかもしれません。まだ新聞にくるまれていますが、ファイナリストの皆さんも画材資材、今この場で初めて、見たわけですけれども、中井さん、今日の画材、お花ですね、どんなものがあるんでしょうか。はい、そしたら今日の画材をご説明しますね。春の代表的な桜、はい、それと小手まりという枝物ですね。あとモンステラという葉っぱ、花のこちらの葉っぱですね、モンビーフ、谷渡り、これも葉っぱ系、スプリングベリーで、お花になってアルスリウム、モンシジューム、グロリオーサ、トルコキキョウ、カーネーションという花材ですね。この花材をですね、ご覧になって中井さんはどう思われますか。はい、なんか春の時、今僕も初めて見たんですけど、なんか夏の花材が多いかなと思ったりするんですよね。そうですね。そう考えると表現するのは結構難しくなってきますね。そうですね。そういうふうにした花材ですので、割とこうグリーンというか葉物が多い。そうですね。代表的な桜がある限り、春といえばやはり桜ということになろうかと思いますが、資材の方なんですけど、トレリス、今木の枠がありますね。あれがね、1枚2枚3枚ということで計6枚の力がありますね。あとデコルテ200という黒いボックスみたいなもの、はい、これが4枚6個ですね。はい、でフローレットショーというのは吸水スポンジなんですけど、それとかアクアベースもスポンジを入れるベースですね。あと吸水フォームが15個ですよ。それだけお花埋めるの大変ですね。本当ですね。はい、あとリースワイヤー、ちまきワイヤー24番、ホッチキス、どれですかね。本当ですね。こうした花材、資材が皆さんに与えられて、ここから作品が生まれてくるということになります。そうですね、今、本当に今、初めて知らされたものですから、はい、頭の中で今考えながら作っててるんで、非常に見る側としては楽しみ。いや、そうですね、見る側としては楽しいですけれども、やってる方は今、頭の中が目まぐるしく動いている状態ですよね。もう頭の中のコンピューターがどうなるかというのが楽しみですね。コンピューターとカンピューターが組み合わせるということでしょうか。ちょっとね、ステージの上の作業は割と地味な作業が続いているかもしれませんが、やっぱり下地をしっかりとね、作っておかないと、後でちょっと下地がなったりするといけないので、ベース作りはしっかりしたほうがということで、皆さん慎重になって準備してくれるんだと思います。ここでの大事なポイントは、ベースを
をきっちり後のために作っておくこと。そうですね。じゃあディスプレイというテーマですので、はい、皆さんにちょっとご覧になれないかわからないんですけど、2メーター中の1メーター90の枠の中にあのディスプレイするという感じなんですね。どうなるんでしょうね。どうなるんでしょう。本当にまだこの段階では何が生まれてくるのかさっぱり見えない。これがだんだん形になっていく面白さもありますよね。本当にあの花を入れる触るまでは地味な仕事ですよね。本当ですね。あのこれを見る限りは本当にフローリストっていろんなことができなければいけないんだなと。本当にあの皆さんもあの見ていただいて、あの持ち込み作品でそれはすごくよくお分かりになると思うんですけど、本当に華やかな仕事じゃないですよね。本当ですね。こうした組み立てというのはもうライフさんにも似た感じがしますけれども、なかなか力のいる作業かもしれないですね。そうですね。今日は女性の方が、そうなんです。残念ながら先ファイナルに、はい、お二人残ってらしたんですが、ファイナルには全員男性ということになりました。去年はお見えになりましたね。去年はいらっしゃいましたよ ね。そうですね。女の人でも力強いあの動きをして見えましたので、そうですね。女性のね、グロリーズももちろん活躍をされているんですが、まあ、今回はたまたま男性だけということになりましたね。そうですね。この10名っていうのはどういうふうにして勝ち残ってきたかというふうに説明していただけますか。おおよそのところですけれども、はい、でもあの本当に全国大会予選といったものが行われまして、はい、その中からこの大会に出られるのはわずか90名ということでしたよ ね。皆さんの高校にございます持ち込み作品というもので早朝から展示制作をしていただきまして、そこから20名に絞る。昨日の朝5時ですよ。そうなんですよね。眠い目をこすりながら、昨日まだちょっと寒かったじゃないですか。そうですね。そういった中でね、作業をしていただきまして、90人の中からまた20名に絞られるというのは酷な話ですよね。その裾野はもっともっと広いわけですから、そして先ほど大型のビジョンでもご覧いただきましたが、その中の20名からまた半分の10名にふるいにかけられて残ったのがこのファイナリストの皆さん。そうですね。日本のトップフローリスト10名と言っても過言ではないと思います。この中からね、優勝者が決まってね、はい、楽しみですよね。本当ですね。皆さん狙ってますよね。いや本当にそうだと思いますね。またあの夏の8月にはね、あの京都であのグランドチャンピオン大会というのがありますよ。日にちが8月の27日と28日、京都の都メッセっていうところで、あの過去6年間の優勝者、あの今回の人も入るんですけど、それとあのポイントの高い人、10名ということで、あの何人になるか分からないですけど、かぶってくるので。その人たちが日本一 の世界に出る権利を、はい、するための大きな大会があるんですね。そうですね。そのグランドチャンピオン大会が8月ということで、その出場権もここで手に入れられるということになるわけですよね。はいはい、そしてその先には世界が待っているということになるんですね。もう世界大会の方も日程が決まったというふうに伺っていますけれども、世界も視野に入れて、ここは何としても勝ち抜かなければいけない大会になりますよね。ね、またあのこの競技が終わって高校生の花の甲子園がまた素晴らしいステージになると思います。その後にあの のあのデモンストレーション、はい、あの中山アナウンサーさんがデモンストレーションをやるんですけど、その人もやっぱり優秀順番で勝ちに行って世界大会に出て、今もあっちこっちで活躍してますね。中山さんはあの世界で、ね、行われた日本展示のコースのプロデューサーも務められているということで、ね、本当にあの国の内外を問わず活躍をされていますが、お時間あったらぜひ皆さんあのそちら
ちらの方も見ていただきたい。そうですね、もう本当にナンバーワンのプロレスラーという特別なデモンストレーションがこのステージの後にございますのでね、ずっとこちらのステージでお楽しみいただきたいと思います。はい、だいぶ組み立てて、ね、だいぶそうですね、形に慣れてきたようですね。吸水フォームを詰め始めて見えるしと思います。まだ花は触ってないですね。そうですね、まだあなたも花には、ついていないようですね。だいたい花を触り始めるんですからね。そうですね、60分で1作品ということなんです。終わるのには毎回皆様汗だくになってしまって、ね、はい、またこの舞台暑いですからね。そうなんです、このね、ライトが当たるとまたさらにね、緊張もしますし、応援されてる皆さんの熱気も感じますし、ということで本当にプロリストはアスリートなんだなということがよくわかる大会ですよね。絶対に強いですね。本当ですね。ないでくなければまた繊細な人にやらないといけないし、本当にいろんなことができないといけないですね。そうですね、感性も磨かなければいけないし、はい、そうですね、本当に持ち込み作品を見てましてもね、本当にいろんな作品があるでしょ。はい、びっくりしました、ね、どんな感じの子なのかなとか、いろいろ作品から想像できてますね。はい、多分皆さんももうすでに会場で持ち込み作品ご覧になったと思いますが、まあ形も色も大きさもそれぞれといいますかね。やっぱり北の北海道、沖縄までね、全国から育ってますので、はい、飾り結構ね、面白いものが育ってますしね。本当ですよね。先生方、審査員の先生方がそれを審査するというのもどれくらい大変なことかと思いますが、ね、中井さん、こうしたディスプレイ作品の審査のポイントというのはどのあたりになるのでしょうか。まあ、間の取り方とかね、間の取り方、空間とかだと思うんですけどね、はい、やっぱり花屋ですね、花屋とどれだけ綺麗に扱ったりとかっていうのも表のポイントになってくると思うんですが、本当に構成力というのが大事になってきますね。はい、全体的なバランス、はい、間というね、言葉が今出てきましたけれども、はい、ではその何もないというかお話もない空間みたいなのも含めての演出ということなんでしょうか。そうですね、昨日はね、花束とテーブルアレンジですからね、小さいところで見てできる作業だったんですけど、今日は本当にこの枠の中だけでやらないといけないので、本当だったらもっと遠くから見たいなっていう選手の気持ちあると思うんですけど、ね、確かにそうですね、ちょっと離れて自分の作品のバランスを見たいなということであると思うんですが、競技としてはこの枠から出ちゃいけないっていうことなんですね。結構厳しい、厳しいですよね。ちょっとね、ステージの上黒い線が引いてあるのが見えるかなと思いますが、ここから出ないで遠くから自分の先のステージから降りて見ることができない、むしろこの会場でご覧になっている皆さんの方が、ね、そうですよね、分かるかもしれませんね。もちもち花を、そうですね、皆さん選手が出てまいりましたね。土台の部分ができてきた方がほとんどのようですね。ただお花が入り始めますか、やっぱり早いですか。ベースにすごくしっかりとした時間をかける人、あと素早くベースを作って、うん、すごく時間をかける人、もう本当に選手によって行動が変わってきますからね。なるほど。すごく心配して、まだまだいけないのと思う人も結構いるんですけど、出来上がったら、ね、出来上がるんですからね。最終的には60分の時点 で、ね、そうですね、素晴らしい作品ができればということですから、もうペース配分は人それぞれということになるんでしょうかね。着々とステージの上では作業が進んでおりますが、はい、中谷さん、私の手元にですね、はい、ファイナルに進出された方のプロフィールが来ているので、はい、ちょっと順番にご紹介をしようと思います。はい、まずはエントリーナンバー1番、飯田市のラプリ伊藤敦さん、ジャパンカップファイナルでの出場が決まって一言、嬉しいです。
でしょうね。それはそうですよね。選び抜かれて残った10人のうちの1人ということですからね。フローリスト歴は20年ベテランでいらっしゃいます。そしてちょっと面白いのが、フローリストになったきっかけが素敵な男性の店員さんに出会ったから、こういう店員さんになりたいと思って自分のこの道に入ったっていうことなんでしょうかね。やっぱあの花屋さんってかっこよさも大事ですよね。花屋さんってかっこいいですよ ね、 ね、本当に男女問わずおしゃれな、中井さんもおしゃれですけれども、すごくね憧れますね、やっぱり。そして素敵なね、あなたの何なり作品を作り上げてくださるっていうのは、これはもう憧れの仕事だと思いますね。そしてフローリストになってよかったことは、お花を使ってお客様のお手伝いができる。いい言葉ですね、お手伝い。お手伝い、ね、本当に謙虚な人柄が伝わってきますよね。そして好きな色は黒ということなんですが、そして趣味は仕事、かっこ休みがないのでいつも仕事ばかりですっていうことですけれども、ね、でも本当に趣味は仕事ですと言い切れるのはすごく素敵な、ね、素晴らしいことだと思いますね。2013ジャパンカップへの意気込み、頑張ります。一言シンプルに男らしくまとめてくださいました。そしてエントリーナンバー2番三島市フローランドの久保田博樹さん、出場が決まって一言、楽しんでデザインします。フローリスト歴は25年ということですが、親御さんの後を継いでフローリストになられたということですね。そして、フローリストになってよかったことは、多くの方の笑顔が見られること。得意のデザインは優しいデザインということですからね。春のおきめき、ね、はい、ちらっとあの彼の作品を持ち込んでみたんですけど、全然似合わないかも、いい全然似合わない気もしました。すごくね、この優しいデザインっていうのが必須ですね。皆さんもね、ちょっとお時間があるときにぜひ、久保田さんの作品をご覧いただきたいと思いますが、優しいデザイン、すごく女の子が作ったんじゃないかなと思うぐらい。あ、そうですか、ね、男性の作品ですけれども、彼は優しいデザインが得意だということで、好きな色もパステルカラーということなんですね。とにかく楽しみたいですと、その意気込みを語ってくれています。そしてエントリーナンバー3番、横浜市の博楽館へ、小泉義久さん、やっとこのステージに立つことができました。やっとなんですね。そういうね、はい、でもこういう方が出てくるととても嬉しいですよね。フローリスト歴は11年、実家の後やはり継がれたということなんですが、そうですね、花を通していろいろな人と出会えたことが良かったということですね。で、得意なデザインがたくさんの種類の花を合わせるデザイン、非常に難しいですよね。ああ、そうですよね、たくさんの花を合わせるというのは、色味であったり形であったり、そのテイストであったりっていうのは ね、その辺を組み合わせるよう、この辺りやっぱりうまくね、この作品にも生かしていただきたいなと思いますが、意気込み、夢のファイナルにやっと残れました。悔いの残らないように頑張ります。常連さんに混じって、僕の中ではずっと出てみる人かなと思ったんですよ。そうですか。違うコンテストなんかでも結構あの名前がよく聞かれる方が、なるほど、じゃあ、ね、名前がよく聞かれるけれども、実は夢のステージだったという、ということはやっぱりファンカップっていうのはかなりレベルが高いっていうことでしょうかね。本当にそうですよ ね。お名前をよく聞く方であってもやっぱりね、その年によっては残れなかったり残念な結果になってしまうという惜しいという、ね、ことが多いんでしょうかね。ジャパンカップは本当に日本一のフローリストを決める大会ですから、それだけ難しい厳しい大会だということになります。さあ、そしてエントリーナンバー4番、三重県フローリスト小物花園の平本拓也さん、フローリスト歴はやはり11年ということなんですが、お名前もよくこちらも聞く方ですよね。嬉しいですと出場が決まって一言、得意なデザインは自然を感じるデザイン、自然を感じるデザインで、好きな色はグリーンだということで
ですから、球の、ね、青みが多い画材というのはもしかしたらお得意なのかもしれません。頑張りますのでよろしくお願いしますというふうに言っていきます。距離というか、うん、彼が働いてるお部屋さんが僕の実家の近くなんです。あ、そうなんですか。そこはね、本当に山の方なんで、自然を感じるっていうことが言ったしですね。そうですか、ね、自然を感じるデザインというそういうお店の立地条件ということも、ね、あるのかもしれない、自然に囲まれた環境の中で、センスを唱えていらっしゃるということなんでしょうかね。さあ、そしてエントリーナンバー5番、東京世田谷区の誘拐永田大輝さん、出場が決まって一言、ほっとしました、頑張ります。フローリスト歴10年ということなんですが、きっかけがですね、お友達に誘われたことだということなんですね。家業を継いだわけではないということなんですが、フローリストになってよかったこと、花を好きになったこと、お仕事をされて花を好きになったということなんですね。いっぱいの人に花が好きになってほしいですね。本当ですよね。そうするとみんなお花屋さんになっちゃいますからね。本当ですね。いや、でもやっぱりこうベテランのプロのお花屋さんであっても、花の美しさとか日々もちろん感じてらっしゃるわけですよね。そうですね。さあ、ステージ上の次々と立体が ね見えてまいりました。お花をもうそろそろ手にされている方もいらっしゃいますね。ここから見ると分からないのか、ね、見るとみんな面白いものができてるんだろうと思うんですけど、毎年ね、私たちはこの司会席から見ますと全く向こうが見えないものですから、お客様が羨ましいですね。枠しか見えないですね。枠しか見えないですね、はい、これでまたお花が入るとまた見えないという感じに、ね、今度は選手の皆さんの動きもなかなか見えづらくなってくるかもしれませんね。さあ、5番の永田さんですが、いい仕事ができるように頑張りますと意気込みを語ってくださいました、ね、さあ、そしてエントリーナンバー6番ですが、佐賀市の花泉、大泉拓也さん、嬉しいですと一言喜びを語ってくださいました。フローリスト歴14年、やっぱりご実家家業がお花屋さんだったということなんですね。フローリストになってよかったことは、お客様の笑顔が多く見られることと、コンテストを通じて仲間が増えたこと。確かに本当にね、こういうところに出るといっぱい仲間が増えるんですよね。そうすると何かの時に助け合うっていう、ね、こともできるので、本当にこういうコンテストって楽しいですよ。そう、やっぱり助け合いと言いますかね、仲間のそのね、つながり、絆ってすごく大事なんですね。もう今はライバル同士ですけどね。そう、戦ってる人はね、そうですね。で、本当にね、仲間の絆って、東日本の時なんかもね、被災されたお花屋さんも、もう全国の仲間が助けたというお話をね、伝え聞いていますけれども。なんか、私は続いてます。そうですね。こうした会を通じて全国のお花屋さんがつながっていく、素晴らしいことですよね、はい、さあ、佐賀市の大泉さんですけれども、好きな花は優しい花ということで、東北魂、自分らしく頑張りますと書いてくださいました。なんかみんな可愛い花とか優しい花とか、本当です ね、 ね、皆さんそうですね、力強い花とかデザインっていうことではなくて、優しいお花とかパステルカラーがお好きとか、ね、やっぱりフローリストの男性は優しいんでしょうかね。でしょうかね。どうなんでしょう、中谷さんはいかがですか。優しいですか。優しいですか、はい、ありがとうございました。さあ、そしてエントリーナンバー7番は、唐津市福花製菓店の福井雅恵さん、出場が決まって嬉しいです。フローリスト歴の18年、フローリストになったのは家業ですと、好きなお花、枝物がお好きだということなんですね。そうですね、枝物も結構あるからいいですね。そうですね、手当たりがよしと思ってらっしゃるかもしれません、好きな色は赤い色とかね、やはり明るい色が好き、そして平常心で頑張ります。これがでもなかなかステージに立つと難しいかもしれませんね。ですね、でも平常心の顔してます、ね、あ、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、お顔は平常心、今スクリーンに映ってますから、
本当ですね、皆さんね、目の画面大きく映ってらっしゃいますが、でも帽子の、ね、下に汗がにじんでいらっしゃいます。暑いですよね。そうですね。動いてない我々でも暑いですね。本当にそうなんですね。もう本当にほとんど汗が皆さん落ちるぐらいに汗をかいていらっしゃいますね。だからこれを汗を拭うのがもう第一歳ですね。エントリーナンバー8番、飯田市の花越中山武和さんです、ファイナルへの出場が決まって一言びっくりということなんですが、実はですね、中山さんはサラリーマンを辞めてお花屋さんになられた方、脱サラをされた方なんですね。あ、中山さん、はい、そうなんですか。はい、きっかけは何かあったんですか。仕事の関係でちょっと違うで、お花を並べ始めて、どっぷりと、取り憑かれてしまった人になるんですね。嬉しいですね。そうなんですね。はい、脱サラ組ということなんですが、でもね、フローリストになって良かったことは、毎日違うことができる。あなたにね、会社員の経験があるのでよくお分かりになるかもしれませんね。本当に毎日違うお話を向き合って、毎日違うお客様の、ね、オーダーを受けて作品を作るという意味では、サラリーマンでは感じられない喜びがやっぱりあるんです。日本の四季を感じるのって、お花が一番ですからね。そうですね。こう変わっていく季節っていうのは、すごく日本人にとっていいですよね。おっしゃる通りですよね。なかなかその食べ物っていうのは、やっぱりどうしても、まあ、お花もそういうところはあるかもしれませんが、ハウスもでもなく、もう旬ってわからないですけど、そうですね、お花は本当にお花屋さんに並ぶ、店先に並ぶお花を見るとすぐにわかりますしね。特に枝物なんかは、そうですね、枝物なんかは枝れないので、確かにそうですね。そうした、ね、季節にこう触れることができるというのも、はい、お花屋さんの醍醐味になるかもしれませんね。好きなお花は柔らかい花でしょ。好きな色ピンクでしょってやっぱり皆さん柔らかい優しい感じのものが好きなんですね。趣味は畑仕事というふうに書いてくださってますから、本当に今の仕事が合ってらっしゃるのかもしれないですね。さあ、そしてエントリーナンバー9番、東京都中央区カモンフラワーゲート銀座店の岩秀幸さん、本当によく聞くことの名前ですね。フローリスト歴20年ということなんですが、頑張りますと一言いただきました。フローリストになったきっかけが JTD 学園に入学して、そして入られてからじゃあオリンピックというふうに、やっぱり面白さ、その素晴らしさに虜になってしまったということなんでしょうかね。JTD 学園からどん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 ね、フローリストが出てくるようになってもらうと嬉しいですよね。そうですね。はい、フローリストになってよかったこと、中谷さんがおっしゃった通りです。常に自然を感じていられること、やっぱりそうなんですね。はい、そして好きなお花はクレマチスなどということで、濃いめのピンクがお好きだということなんですね。頑張りますという気分をいただきました。はい、さあ、そしていよいよエントリーナンバー10番、美濃市フラワーショップ花やみの八木あゆむさん、また奇跡が起きました。2日間楽しめることに感謝します。奇跡だとご本人はおっしゃっていますけれども、確かにね、はい、さんのお名前は、ね、そうですね、はい、フローリスト歴は15年、きっかけは母親の後を追いかけてお母様の背中を見てくれる、ね、素晴らしいですよ ね、 ね、うん、でフローリストになってよかったことは、この年になってもこのように青春させてもらえること。いい言葉ですよね、うん、青春してらっしゃるようですが、本当に八木さん今ね、テスコに映ってますけれども、すごく汗かいてらっしゃる、うん、ね、私たちの声が ね、目つきが全然違うんですよ。いや、本当そうですよね。すごい目で、すごい目で、またこれが競技が終わると優しいお顔に戻られるんでしょうけれども ね、 ね、青春している八木さんに仲間に感謝で、得意なデザインはまだまだ模索中ということなんですが、うん、好きなお花は白い一重のバラで、好きな色は白ということですね。そして趣味は山登りという、本当に心から自然がお好きな方のようです。
そして自己 PR、 楽しく自分らしくお花を生けたいです。なるほど、自分らしさというのが一番ね、難しいことですけど、表現したい部分の一つですよね。そうですね、はい、昨日実はですね、セミファイナルの第2ラウンド、競技開始から30分が経過いたしました。競技終了まで30分となります。中井さん、折り返し地点に来ましたよ。すごい、はい、今30分どうでしょう、ステージの上の状態どうご覧になりますか。ですね、割と穴が入ってるところが少ないですね。あと30分ですよ。はい、折り返し地点で、まだまだこれからというね感じなんでしょうか。と言いながら、あっという間に花が入っちゃうんでしょうね。いや、これ30分後どんな形になってるのか楽しみですよね。さあ、もう本当に暑くて上着着てられないというね、上着を脱ぎ捨てた方もいらっしゃいますけれども、これからが活況ですね。ベースができて少しずつその形が見えてくる。なんか焦らないようにしてほしいけど、はい、時間に間に合ってほしいし、本当ですね、見てるドキドキですね、はい、こうした大きな作品を作る時のあと30分、はい、気をつけなければいけないのはどういうことでしょうかね。少しだけ余裕を残して、フィニッシュするといいかなと思います、ね、なるほど。で、あと見回してみて、あ、分からないとかっていう余裕ができるようになると本当にいいかなと思うんですけど。そうですね、なるべくちょっと前倒しに見るということが、ね、結果的にまあ余裕というか作品の完成度につながるのかもしれないです ね。さあ、お客様からご覧になってステージ上どんな状態でしょうか。作業も本当にね、中井さんがおっしゃった通り人それぞれのペースで進んでいますね。東京も花桜終わったのに、またここで花見ができるとは思いませんでしたね。本当にそうですね。東京は本当に全国でもね、本当に一番の早さということでしたけれども、今年はなんか特に早かったですね。特に早かったですね。うかうかしている間にお花見ができないままだったという方は、ぜひ今日お花見をここでしていただきたいと思いますが、そうですね。今日のテーマ、春のときめき。ぜひね、会場の皆さんにもこの作品でときめいていただきたいと思います。本当にね、またときめいてもらえるようなものを選手は作ってほしいですよね。本当ですね、うん、またね、審査員の先生方が見たときにドキッとするような、ね、はい、心に触れる作品になってほしいですよね。本当にそうですね。去年の今年ぐらいのね、結構常連さんだなっていう人が多かったでしょ、はい、今年割と、なんか代替わりかなっていう感じにもうちらっとするようなことが僕も、ね、そうですね、あるんですけど、はい、本当にいろんな人がこう、出てきてくれるっていうのは本当にいいですよね。そうですね、その層の厚さというのがね、はい、これからのこの業界の強みになっていくんじゃないかと思います。そうですね、セミファイナルの審査がとても大変でして、予定の時刻に発表できないぐらいに、はい、皆さん本当に僅差で競っていたということで、その本当にごくわずかな競り勝つという、ね、言葉がありますけれども、そういった厳しい戦いをもう競り勝ってここに残られたということですから、本当に紙一重で残念ながら会場からですね、悔しい思いを持ってこのファイナルをご覧になっている方もいらっしゃると思うんですね。だから本当にもう切迫してたんですね。もう今年はそういった意味ではもう例年になく厳しい審査だったと、審査員の先生も厳しかったですね、はい、惜しくもね、10位に入らなかった人もそんなに卑下することないですね。そうですね、来年は逆にその人たちがバネになって登ってきてくれるかもしれないですね。本当にそうですね、お互いに切磋琢磨して磨き合うというのが ね、素晴らしいですよね。ライブ
そうなんだ、はい、本当に緑が多いですね。本当にそうですね。爽やかな感じですね、やっぱり夏、今までが7月の、ね、はい、第1日曜日ですから行われていた競技なんですが、やはりその頃はちょっと艶やかな色が多かったんですけれども、緑の多さは本当に夏ぐらいかもしれませんが、柔らかい感じですかね。そうですね。あと桜の方で他にお手まりっていう方の差し入れの枝物もあるので、はい、皆さんどうやって使うのかなっていうのが、ね、ね、楽しみですね、はい、これですね、一回に組みかける、そしてそこで花を生けるっていうことまで考える、短時間に考えるというのは本当に非常に本当ですよね。いろんなことが同時進行ですよね。まあ、長さであったり、さす位置であったり、バランスであったり、それ瞬時に動物的な感で判断するんですか、技術なんですか。例えばちょっと前に見てるとね、またこだけでガーッとこう攻めてきたんでしょうけど、本当にね、意地悪ですよね。意地悪ですよね。まあね、本当に先ほども申し上げました通り、テーマも聞いたのが初めて、ステージの上で多分入場されてきて、あ、資材はこれかという、ね、ね、風に思われたと思いますが、お花も使う資材を初めて見たわけですから、そこから構成が始まって、お仕事だなと改めて思いますね。枠組みがね、いくらできてもね、花が違ったら合わないってこともありますからね。花を見るまでも予想できないでしょうしね。やっぱり日々とそういったトレーニングというのが必要になるんですか。もしこういうテーマで与えられたら、自分だったらこんな風にデザインしてみようとか。そうですね、それは日常の仕事で訓練できる状態だと思うんですけどね、はい、まあ、どっか行って基本やるときに時間も限られるんですよ、だからもうそういう状態で訓練して、デザインには本当にゴミ一つない状態で、お客様に渡すのがプロジェクトですからね。そうなんですよね、皆様ご存知のようにこの競技60分終わった後に1分間の清掃タイムがありますが、実はこれも競技の一部、ね、実に本当に繊細な競技といいますか、跡もきれいにしてというのが大事なポイントになるというのは、ね、本当にこのフローリストの大会ならではかもしれませんね。僕も、始めた頃は、こうどっか行って花をこう虫に行けますでしょ、そうすると周りにもゴミだらけになる。それがだん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 勉強していくと、ゴミをいかに少なくするか、ゴミをどうすれば少なくなるかということも頭の中に入ってくるんですね、特にこういう短時間の競技ですから、そういうことが必要になってきますよね。なるほど。結果的にそのまま自分ももちろん余裕を持って作業ができるというか、ゴミの量を少なくするというのもプロの仕事なんですね。いやでも今日のですね、花材見てますと、このお花はですね、結構花手屋が落ちますから、うまくそのあたりも片付けながらということもしていかないと。あれで最後そうですよね。なるほど、いわゆるコロコロですね。なるほど、あれで小さなね、ゴミなどを持っていこうということなんですね。あ、必ず一つのテーブルに一つずつのコロコロが、ね、粘着テープですね、置いてあるんですね。お掃除の出来栄えによっても、ね、特典変わってくるようになって、本当に最後の最後まで綺麗ですね。で、
でも今は不審に反応させてもらって本当ですね。もう今本当に全く私たちの声もどこか薄ぼんやりと聞こえる程度で耳にはあまり入っていないかもしれない状態ですね。本当に悪くもいろんな組み方がしていますし、花桜に花を使う人とか葉っぱを立てる人とか、皆さんに個性が出てきますね。本当ですね。高さも様々ですし、形も様々、同じ資材を使ってよくこんなに違うものだというぐらいね、変わってますよね皆さんね。同じ状態になると、かぶっちゃうと、やっぱり嫌ですよね。そうですよね。桜の薄いピンクと、白っていった色ですね。本当白に近いですね。あとライトグリーンの枝、それと黄色いオシジウム、ここに赤のグロリオサとピンクのトルコキキョウでしたっけ、それとアンスリウムが入るんですね。そうですね。このアンスリウムもあんまり濃くない。そうですね、なんかオレンジの茶色のような、そうですね、少しシックな色のちょっと抑えたようなものですね、はい、あでも随分赤を使っていらっしゃる方もいらっしゃいますね。よく見えましたね。見えました。本当に作品の向こうに赤がつらつらっと見えましたけれども、今沖がね映ってますね。本当ですね。はい、ね、こうした色味をどういうふうに配置していくかにもよって形になってきますよね。これはもう本当に大きく全体で見るディスプレイというテーマはそういうものですからね。部分部分も綺麗じゃないといけないし、全体を見てまた綺麗じゃないといけないし、非常に難しいですね。そうですね。じゃあ審査員の先生方も遠くから見たり近づいてみたりということも なと思いますね。そうですね。上手いから見たり後ろから見たり大変ですよね。審査員の先生方も大変だと思いますよ。本当ですね。しかし選手の皆さんの動きを見ていますと本当に迷うところなくといったふうに見られますね。迷うしかないでしょうしね。そうなんですよね。もう刻一刻と時刻が過ぎていますので、したりとかね、この辺の発想というのがまたね、
当に個性が出ていて面白いですよね。単純に考えると、ね、普通に置いて使うものですよね。そうですね、はい、それを横に使ったりとか、カバーに使ったりとかっていう発想力っていうのはやっぱり、はい、ただいま競技終了15分前です。さあ、あと15分ですよ。あと15分、中谷さんどうしましょう、ね、頑張ってもらいたいです ね。 ですね。あと15分で一つの作品をもう完成させなければいけません、ね。焦って怪我しないことを願ってます ね。 そうですね。さあ15分、残り15分の声を聞いて皆さんの動きも少しテンポアップしたようにも見られますね、うん、そうですね。その我々の正面から見たいですね。本当そうですね。いやでも本当にペースいろいろですよね。いろいろですよね。
それが一番ですからね。本当ですよね。ただいま競技終了10分前です。残り10分。50分経過してあっという間の50分ですよね。さあ、そして音楽もテンポアップしてまいりました、ね、この曲を聴くとちょっと急がなきゃというふうに若干させられてきてしまう。でも選手の皆さん、あと10分ありますからね、焦らずに着実に安全に作業を続けていただきたいと思います。自分のペースを守って。本当ですね。最後には綺麗なものが出ますように、はい、ね、もちろんね、早ければいいということではありませんので、はいはい、この時間が本当にもう
作るのか、いろいろ使ってほしいな。本当ですよね。ただいま競技終了5分前です。いよいよ5分になりました。さあ、ここからの時間はあっという間に過ぎるかもしれませんね。でも見落とさずに、はい、きちんとした仕事をしてほしいですね。はい、
ムも競技の一部となります。選手の皆さんは清掃を開始してください。さあ中谷さん、この60分間を振り返っていかがでしょうか。はい、なんかこっちまでね熱が持ってきてね、本当になんかドキドキ、はい、ちょっとこちらの寿命も縮んだ気が、はい、縮みましたね。いたしますね。ときめきすぎましたかね。ちょっとね、はい、ドキドキしすぎてしまいましたが、でも本当に皆さんね完璧に出来上がってまして、そうですね、良かったですね、何事もなく、はい、そうですね。さあこの1分間も大事な時間になりますよ、はい、本当にあのゴーリストとしてね、最低なあの最低条件としてきれいにしてあの皆さんにお見せするっていうのがトップフォーリストですから、はい、本当にお掃除もねきれいにやっていただきたいですね。そうですね、最初の組み立てから最後の清掃で終わるというね、はい、華やかなければないというのがあります。それでは皆さん清掃を終了してください。ファイナリストの皆様、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ファイナリストの皆様に今一度大きな拍手をお送りください。お疲れ様でした。それではファイナリストの皆さんが退場されます。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。ジャパンカップザファイナルの審査結果ですが、このあと午後5時15分からこのステージにて発表されます。ぜひ皆様楽しみにお待ちください。それでは以上をもちまして、花キューピッドの一般社団法人 JTD ジャパンカップザファイナルの競技を終了いたします。なおこのあとこのステージでは午後3時25分から池の坊花の甲子園2012の優勝校、滋賀県比叡山高等学校稼働部によりますデモンストレーションが行われます。また午後4時から昨年オランダで開催されましたフロリアード2012で日本展示のプロデューサーを務められました中山芳美さんによります本日のメインデモンストレーションを開催いたします。そして午後5時15分から先ほどのジャパンカップザファイナルの審査結果発表と表彰へと続きます。運命のジャパンカップザファイナルの審査発表までこの後もこのステージどうぞ楽しみください。皆様ありがとうございます。